お洗濯情報をお伝えします。まずは今夜の天気の移り変わりを見ていきます。17時以降を見ていきましても、西日本や東日本のエリアでは大きなお天気の崩れはなさそうです。ただ九州南部でしたり四国太平洋側紀伊半島南部では雨がぱらつく可能性がありますので、雲の様子にお気をつけください。北日本では広く穏やかなお天気です。では今後の洗濯天気情報を見ていきましょう。金曜日の情報です。広くOK のアイコンが並んでいて、洗濯物を外干しできそうです。ただ高知では注意マークとなっておりますね。雨が降る可能性がありますので部屋干しがおすすめです。東北や北海道ですと気温がガクッと下がってお洗濯が凍ってしまう可能性がありますので部屋干しが良さそうですね。お洗濯情報をお伝えしました。